キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様世界でチャレンチャレンしてますでしょうか。本日はですね、脳は飽きやすく変化を求めるというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組ではですね、 iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところでマーケティングに関するお話の方をさせていただいております。今回はですね、まあマーケティングの、まあ、話を最近私がこうするようになった、きっかけみたいな、そういうような、ことにも、関わる、内容なんですが、まあそちらについてちょっとお話の方させていただきたいと思います。なおですね、 YouTube の方で私の方は、主に配信させていただいておりますが、こちらではですね、 iPhone アプリの作り方や、それからラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近ハマってますあの仮想通貨のマイニングですね、こちらも今ですね、結構私の旬な話題でもあったりしますんで、もしよろしかったらの YouTube の説明欄ですね、こちらにあの番組リストの URL 貼ってありますんで、そちらから行っていただきますとお好みのジャンルのものが見れるかと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、本題の、脳は飽きやすく変化を求めるというようなところで、なぜあの私がこのマーケティングの話をするかというようなところは、私のね、いわゆるあの飽きやすいようなそういうような性格も一つちょっと関係、してたりもするようなところがありまして、なので、その辺について、少しちょっと深掘りしてお話の方させていただきたいと思います。皆様もですね、結構ね、同じことが続けられないだとか、勉強してもねすぐ眠くなってしまうだとか、やる気が出ない、疲れやすいだとか、そういった方、結構いらっしゃるかと思うんですよね。特にあの IT エンジニアの、方はですね、まずやはり勉強が必要、何事も結構勉強してからじゃないと、仕事にならなかったりするようなところがありますんでね、こういった点はいろいろお悩みを抱えてたりもするようなところあるかもしれないんですけど、とにかくあの IT エンジニアはですね、複雑なコードをいろいろ覚えて、画面とこうにらめっこする、そんなような、仕事ですよね。結構あのコードを書く、時に、そのコード量にもよるかもしれないんですけど、かなりのね長時間とかずっと画面の前でこう座ってなければいけないだとかね、そういうような、ところもあったり、するんじゃないかなと思ったりもするんですけど、各言う私もですね、あのコードをね見るのは結構好きな方なんですけど、とはいえですね、ずっと見てたりするとやっぱ眠くなってしまったりとかね、するようなところを結構あったりもします。でこれに関してなんですけど、もともとね脳っていうものはあの飽きやすい臓器なんですね。はい、でこれはあの大阪市立大学の梶本先生ね、医学部の梶本先生ですね、からのあの引用なんですけど、一般的になんですけど、人間はですね同じ作業を続けられるのは、せいぜい1時間から1時間半が限界と、呼ばれてたりもします。はい、でこれは高速道路で、どれくらいこう運転が続けられるかみたいな、ところでこう実験された、ところもあるんですけど、例えば、3時間、ぶっ続けで高速道路を運転して、でその後に30分、休憩取るのと、それからあの1時間ごとに10分休憩を取って、でそれを、3回の、スパンでこうやる、合計、30分休憩みたいにはなるんですけどね。それで、脳の疲労感は、どっちが、溜まるのかっていう、ような実験されたところもあるんですけど、やはり、これはですね、やっぱぶっ続けでね3時間ぶっ続けでやってる方が圧倒的に脳への負荷がこう大きくなって、疲労感とか、そういったものも、だいぶ変わると、こまめにね休憩取ってる方がやはりですね脳が、快適にこう動くみたいな、そういうようなあの、実験結果とかもこう出てたりするようなところが、あるようなんです。これはですね、あの脳の構造的な問題にもこうよるところがあるんですね。神経細胞がですね、脳の中にこう張り詰められてるわけなんですけど、
同じ作業を続けてるっていうようなことだとですね、脳の一部分の神経細胞のその一部分の箇所だけが、まあ、ショートしてしまってるような、そういうような感じの状態になってしまうんですね。はい、まあ、PC とちょっと似てたりするようなところがありますよね。一定の箇所の、CPU の一部分だけがずっとね、まあ、熱がこもっちゃうような、そういうような感じで、いわゆるショートしてしまうっていうようなところが、まあ、脳の構造と似てたりするようなところもありますけど、まあ、とにかくですね、脳っていったものはですね、まんべんなくいろんなこうね、神経細胞、こう張り詰められてますけど、そこにこうまんべんなくこう負荷がこう分散するような、そういうような、やり方で、作業していった方がですね、まあ、脳のパフォーマンスが良くなるというような結論にもこうなってるんですね。はい、なので結構ね、プログラミングとか、やられてる方、ずっと作業っていう同じ作業っていうのが結構多かったりするようなところがあるんですけど、そういったね、仕事とは全く別のね、視点から別の、アイディアから または全く違う種類の仕事ですよね、そういうようなものも合間にこうやった方がいいっていうようなところ、こうすることによって結構脳のパフォーマンスが良くなるんで、効率的にいろいろな作業ができたりするようなところもあったりする、ようなところなんですね。それでなんですね、実は私もですね、エンジニアとしてやはりいろいろコードとか書いたりだとか、プログラミングとかこうしたりするようなところあるんですけど、私が、こうマーケティングの話とかこうする理由もですね、一つマーケティングというか、心理学とかね、生理学にこう関係するような話とかも結構好きなんで、こちらのね番組の方では主にそういった話させていただいてたりもするようなところがありますけどね、たまに最近仮想通貨のマイニングとかも結構やったりしてるようなところがありますけど、とにかくこういった音声配信っていうものはですね、やっぱプログラミングとかでパソコンでカタカタ打ってコードを書いたりするのとはやっぱ違う部分の脳がこう活性化されるなっていう、やっぱ脳の中でも違う部分が使われてるなっていうような感じがするようなところもあり、なので、声に出して言葉を考えたりだとか、広告のイメージをしたりだとかね、そういったものがですね、私にとっては少しちょっと息抜きにこうなったりしてるような、ところもあったりします。なんでね、こういった放送の方を続けさせていただいているような、ところもあるんですけどね、これは皆様に有益な情報を、お届けしたいっていうような気持ちももちろんこうありますが、もう一つはですね、実は私自身の少し休憩みたいな、そんなような、ところでもあったりもするんですけどね、とにかくですね、脳はですね、まんべん的にいろいろな部分を動かして使っていきましょうっていうようなところが、本日一番言いたいことであり、皆様方にもぜひやっていただきたいなというようなところなんでね、この辺を一つちょっと参考に、していただければと思います。脳はね、そもそも飽きやすいものと割り切ってね、他のね作業とかもこう合間に入れるっていう考え方、ここが非常に重要であったりもしますんでね、この辺、一つ、参考にしていただければ と思います。はい、本日は以上になります。最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。